だからな、ミッシェルやアカリたちに追いつくどころではないな。じきに夜になるぞ。ああ、それも昨日までの夜とは違う。よう警戒だぜ。初日に続き二度目の奴らの時間が来る。あれから一週間でさらに進化した奴らの夜だ。突っ切るよ、膝丸くん。君は生きたまま持ち帰る。無茶だこいつ。何を考えてやがる。こいつなぜ変態しない。戦闘向きの能力じゃないのか。しかしこの高い身体能力は剣術をやってる動きじゃない。いくら謎の力があろうとこの数は何千匹いるんだよ。絶対に無理だ。ああ、やっぱ無理かも。だからあれをおとりにします。テラフォーマーが狙うものには優先順位があるそうです。一つ目は道具を持っているやつ、もしくは道具そのもので高等そうな方がいいとか。二つ目は一人でいるやつ、三つ目は怪我をしているやつ、そして四つ目、なぜか女性を狙うそうです。